今は、銅のバレンスバンド取ってます。フェルミターは本当は取りたかったんですが、あんまりフェルミターに近すぎても今ちょっと分かるとおり SN 比があまり良くなくて、どこが断面かっていうのもありますし、あとはちゃんと光が出てるかどうかも難しい状態になりますんで、まあ確認のために撮ってます。まあ 2D 中のピークが見えることが確認できれば、まあもうちょっと範囲を狭めればいいかなと思います。 で今 UPS かなりうまい具合にいってますので、その状況を一応、ね、確認しますと今こんな感じになってます。本来ここのアンペアは80ミリアンペアぐらいがいいです。マニュアルには60から100と書いてありますので、まあ、長く使うためには80ぐらいを目指したいんですけども、何分強度が弱いために100を使ってます。まあもう少し利用利益が長くなって脳波が蓄積されれば80などでもいいかもしれません。60ミリアンペアはあまりうまくいってません。で、圧力は今こんな感じになってます。まあ、6.60 あたりがいいかなと思います。こちらのバルブはちなみに全開です。で、向こうの、あるヘリウムですけど、こちらの右側の元の弁は、1回転。で、左側の右弁側の、右圧側のところの、この圧力器は、前も説明してますけど、ともかく言いますと、こちらは、1回転開けてます。でこちらはもう緩い感じです。でこちらは2回転開けてます。こんな感じになってます。とまあこんな感じになってますね。で、こちらの圧力は大体15分ぐらい見ていった方がいいです。それでこのプラスマイナス 0.25 ぐらいがいいです。あまりこのまま放っておいて圧力が下がると、放電が止まってしまいますので気をつけた方がいいです。あとまあ懸念しているところとしては、前もご説明したかと思いますけど、このイオンポンプというのは、ヘリウムと水素に弱いです。水素はつまり水です。で、加速度が、低下する、つまり弱くなります。なのでまあなるべく使いたくはないです。で本来もっと高い真空にしたいんですけど、うまくいってないですね。できるだけ高い真空にはしたいですけど、まあこれが限界だと思う。今のところこれが限界になってます。まあヘリウム使うときはできるだけ必要な範囲を取るということですね。今はまだ試験段階でこんな風になってます。まああともう一つすっかり忘れてましたけど、このヘリウムランプの光り方も大事ですね。ちょっとだいぶ、ビューポートの部分が汚れているので良くないですけども、この程度今のところ光ってます。もっと条件、日によってはもっと光る時もあります。まあどういう状態がいいのかが全くわからないですね。まあこの内部のところも黒くなってて本当にわからないです。側面から見ると紫色のところが光ってるのがわずかに見えますね。ビューポートはもう相当黒くなってます。まあ、今度の停電の時にきれいにしてもらうのと、あれですね、もうちょっとここはアニールをちゃんとして置かなきゃいけないかなとは思いますね。あとは、電源の出し方ですか。一応、こんな感じでやってます。3.2×10 のマイナス8乗トールであるのはこちらのもので、これを押すとっていうことですね。ただ今は怖いのでもやらないんですけど、そんなことあります。で、電圧はここに書いてあるように 0.75kV で設定して 100mA で、さっきの、ピラニゲージ6点を 6.25 にします。始動の時はちょっと少なめにしておきます。これが 6.25 ですね。でマニュアルにはこちらが、圧力が、本当は 5Pascal で、1kV かけろということが書いてあるんですけども、5Pascal では、放電はしますけど電流値が安定しません。おそらくここと設計上のこことここの部分は異なっていると思う。
ってます。まあそれはいいかなと思います。あとはここの電流値の設定値が高いと、ここの下のところ、放電量が減ります。この規定の電流値になるまで流すようになってますので、ですからできるだけ低い圧力で、100mAh に設定してできるだけ低い圧力で出した方がいいかなとは思います。そしたらここがかなり強く光る形にはなります。まあちょっと黒くなって進んだってもう分からないですけど、横からしか見えないですけど、そんな感じ。まああそこの中も捨て汚れてないからすごい心配ですけどね。なのでできるだけ低い電圧、まあ今回の場合は 0.75kV でありまして、100mAh ですね。まあできるだけ少ない本当はアンペアでやりたいです。まあ今回試験段階なので、どのパスエナジーで、が良いかというのは調べるものですから、適切な、まあ、パスエナジーが設定されればもうちょっと効率よくできるかなとは思ってます。なかなか難しいところはありますね。まあこのヘルミエッジのところもなかなか状況がわからないです。で、ヘルミエッジは、ですね、あのトラッキングって言いまして、パスエナジーを加えた時にヘルミエネルギーが毎回同じところに来るかというところは非常に難しいところがあります。パスエナジーを変えると本当は、設定した値のところでずっとヘルミエナジーにならなきゃいけないんですけども、おそらくそうはなってないですね。特にあのパスエナジーが 11.75 ではなくて、5.85 とか、2.9 いくつですかねになると、まあちょっとあんまり良くない、ずれてきますね。なかなか難しいです。 11.75 よりも上のパスエナジーだと大体、まあ、あのエッジ合ってくるんですけど、5.85 とか 2.96 だったかな、そのあたりのものは、難しいです。なのでまあ、ワークファンクション、これは入力してサッピーター値を引いてるんですけど、入力しているワークファンクションから逆算してカイネティックエナジーに変えて、議論した方がいいかなと思います。まあ、あとは測定時に金必ずつけておくことですね。1インチのこちらにあります1インチのサンプルホルダー、どれかな、あ、こういうのですね。こういうのだったりこういうのだったりあると思いますけど、これにサンプルと他にあの金の薄い板をですねつけておいてヘルミエッジ検討した方がいいと思います。そうされることの方がいいかなと思います。なかなか難しいですけどね。あの静着した金だとチャージアップしてしまう、スパッタリングするとき、アルバムスパッタリングするときにどんどん薄くなって、チャージアップしやすくなる可能性がありますので、まあサンプル入れるときは必ず、テスターで電気電動度測って調べていくということがいいですね。今のところ1キロオーム未満であれば、1キロオームより小さいあの抵抗値であればおそらくチャージアップは起こらないだろうとは考えておりますけども、まあ何分実績が少ないので、もうより正確なところはちょっと分かっておりません。もう少しあの抵抗値高くても大丈夫かもしれないですし、他に銅テープなどまだ買ってないです、購入してないですけど、銅テープなどを使うと、もう少し高い抵抗でもいけるかもしれない。そこはなかなか難しいところですね。あとワークファンクション、あ、ごめんなさい、話は飛んで申し訳ないんですけど、ワークファンクションはですね、下2桁まで入れられます。なので、表示にこの PC 上で表示されているのは2桁までなんです。小数点1桁なんですけど、小数点2桁まで入るのでご注意ください。でなのでちゃんとログノートにあのどういうふうにワークファンクションを変えてるか、いつ変えたのか、例えば 4.46 から 4.77 に変えましたよとかいうのをちゃんとメモっておくことが必要です。でちゃんとあのしっかりとその情報を受け渡しして、で横軸今これバイニングエナジー表示されてますけど、カイネティックエナジーで表示して検討するなどした方がいいです。まあ金同時に測定すれば、まあ、補正はそれほど難しくないんですけども、まあ、カイネティックエナジーとバインディングエナジーの作用関係もどういうものかっていうのを覚えておく方が今後他の機関で研究するのも便利になります。
この範囲のタイプは倍逃げ立ちで出ますけど、放射光の場合は管理的立ちで出ますので、そういうところもしっかりと、勉強しておいた方がいいと思います。まあ、現状は今のところこんな程度ですね。また何かいい情報があれば、その都度説明していこうと思います。